ミハイル・ペトロビッチ・キルポノスは、ソ連の軍人、大将、ソ連邦英雄。第二次世界大戦時、南西戦線司令官を務め、キエフでドイツ軍に包囲され大敗を喫し自らも落命した。チェルニゴ府県、ベルチーフカ村の農家出身。1915年から第一次世界大戦に従軍し、1917年に軍医学校を卒業。同年8月、 兵士連隊議長、11月、第26狙撃軍団会議議長に選出。1918年から赤軍に入隊し、ロシア共産党に入党した。ロシア内戦時、大隊、連隊を指揮し、戦後、1922年から、チェルボナ総長学校長補佐県政治委員を務めた。1927年、 フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業し、狙撃士団参謀長となった。1934年から1939年、火山軍事学校長兼政寺院。ソフィン戦争時、第70狙撃士団を指揮し、ソ連邦英雄の称号を授与された。1940年4月、狙撃軍団長、同年6月、レニングラード軍管区司令官。 1941年2月、キエフ特別軍管区司令官となる。1941年から党、中央委員会委員候補、独ソ戦勃発と共に、南西戦戦司令官に任命される。軍事的才能のなかったキルポノスは、スターリンの命令に従い、その結果、約45万3000人の将兵と共に、キエフで包囲されることとなった。9月17日、キルポノスは、 包囲からの脱出をスターリンに要請したが、これは拒否された。同日夕方、戦線の撤退が決定されたが、すでに遅く、戦線本部との連絡は失われていた。キルポノスは、包囲からの脱出の際に迫撃砲弾により、窒息を負ったとされる。別説によれば、自殺したとも言う。ソ連邦英雄。霊人勲章、一等祖国戦争勲章。 労働赤軍20周年メダルを受賞。ありがとうございます。